七代目、月亭文人は、上方話か。出林は、岡目。吉本工業所属。血液型は、B 型。本名は、宮田賢治。月亭文との東大である。署名は、月亭八展。大阪府大阪市中央区出身。子供の頃に初めて買った、小福亭二角のレコード、二角古典独演会を聞いて落語に興味持つ。 近畿大学卒業後、1986年3月16日、月亭八方に入門。4歳下の月亭遊ぶ方とは、入門がわずか1ヶ月だけ遅かったため、弟弟,弟子となった。署名の八天という名前の由来は八天とも書けてあるのだが、当時の住まいが天皇区にあったため、と言われる。学生時代、路上で弾き語りをしていた。 その時に気のない客がいたため、好きな落語を話したところを振り向いてもらえたため、それから落語家を志す。以降4年間、師匠を求めてさすらうが、その間、主に桂ツ三郎に多くの稽古を受ける。ただし、鈴ズ三郎には当時、又三郎という弟子がすでにおり、入門とは至らなかった。八方に入門後は、大々師匠の桂ツラ・や、 桂吉屋さんにもネタをつけてもらう。持ちネタは百近く、笛も得意としており、月亭じめもんでは異色の本格派である。吉本の先輩にあたる桂文鎮は、ある講座で八点時代の文とのことを、お師匠半と、からかい半分で呼んだことがあり、その実力のほどが知られる。また、師匠である八方に対してネタをつけたこともある。芸風は緻密で、 繊細な解消を思わせる。各地で自己プロデュースによる落語会を主催し、積極的な活動を繰り広げている。もともとミュージシャン志望でもあり、独演会の最後にバンドを組んで歌を披露することもある。また、和歌情報では1996年のオープン、当初から独演会を毎年開催。2005年2月から各月で落語再生公開堂。 話を述べる。という落語好きの SF 作家、ミステリー作家が作った新作落語を演じるイベントを実施。2007年11月に集英社から話を述べる。花見の巻として CD 付けの単行本が発売された。2013年3月に7代目、月亭文とを襲名。文藤を名乗った落語家は過去に6人おり、2009年に亡くなった。 落語立川流の立川文都が六代目を名乗っていたことから、新文都は七代目を名乗る。月亭文都としては113年ぶり、上方における文都の名跡自体も68年ぶりの復活となった。3月19日のナンバグランド花月での襲名披露公演をもって正式に名跡を襲名した。内弟子時代、破門されかけたことがある。ある日、 寝坊をしてしまい、急いで劇場の楽屋へ行くと、もう先に八方が到着しており、おはようございますと挨拶したところ、八方は何がおはようや。少しも早いことあるへんと激怒した。すかさず、すみませんでしたと浴び、着付けの手伝いをしたが、ああ、人の衣装に触らんといて、と吐き捨てられ、八方が舞台に上がる前に、儲きんでもええわ。お前なんか破門じゃ。 と言い渡され、手渡した扇子で頭を叩かれた。それから数日後に、ようやく許してもらえたという。後で分かったことであるが、その時、八方は徹夜麻雀で大負けしたために機嫌が悪かったとのこと。とはいえ、師匠、八方は、時間や服装については大師匠の米朝や雑魚場と同様に厳しく、遅刻した場合は即刻指摘、または、波紋にするという。 厳しい一面があり、八天にその厳しさを見せつけた。なお、文都襲名に対し最も心血を注いだのも、師匠、八方である。八方は、襲名に際してはトラブルが発生しないよう、大師匠で一門の総帥である米朝はもとより、情報、桂文江一門の総家である六大桂文江さらには、大阪に在住している、立川文都の母親にも挨拶に行っている。 ありがとうございます。